メグロさんは、1917年2月16日に東京都大田区で生まれました。幼い頃から歌やダンスが好きで、13歳の時にオーディションを受けてジャニーズ事務所に入りました。その後、舞台やドラマに出演し、俳優としての才能を発揮しました。メグロさんは、スノーマンという9人組のアイドルグループのメンバーでもあります。スノーマンは、 2020年1月に CD デビューして以来、ミリオンヒットを連発し、人気を博しています。メグロさんは、グループの中でも特に高身長で、184センチあります。その長身を活かして、ファッションモデルとしても活躍しています。メグロさんは、愛称が、めめ、で、ファンからも親しまれています。性格は、明るくて、優しくて、面白くて、 仲間思いだそうです。趣味は映画鑑賞や読書で、好きな食べ物はカレーやチョコレートだそうです。メグロさんの家族構成は、父親と母親と弟がいます。弟さんもイケメンで、父親も身長が高いそうです。母親も美人で、メグロさんは家族にとても感謝しているそうです。メグロさんは、東京都大田区の公立中学校を卒業した後、 都内の私立高校に進学しました。高校時代は、ジャニーズジュニアとして活動しながら、勉強も頑張っていたそうです。高校3年生の時には、ドラマ、仮面ティーチャーで主演を務め、注目を集めました。高校卒業後は、城西国際大学メディア学科に入学しました。大学時代は、先輩の嵐のバックダンサーとして活動したり、 ジャニーズジュニアないユニットの宇宙シックスを結成したりしました。また、ファッションモデルとしてもデビューし、多方面で才能を発揮しました。メグローさんは、英語や漢字が苦手で、ローマ字も書けないことが有名ですが、大学を現役で卒業するという偉業を成し遂げました。大学卒業式では、スノーマンのメンバーがサプライズで駆けつけてくれたそうです。 メグロウさんは、スノーマンのメンバーとして活躍する一方、俳優やファッションモデルとしても人気があります。そんなメグロウさんには、岡崎サさんというお相手がいると噂されています岡崎サさんは、1915年生まれのファッションモデル、タレント、女優です。メグロウさんとは、2018年に共演したドラマ、花の地ハレ花を歴史とは超えに、 で出会いったと言われています。二人は、ドラマの撮影中に仲良くなり、その後も連絡を取り合っていたそうです。2020年には、同じ青色のニットを着たり、同じティーゴルフクラブに出演したりするなど、匂わせ行為が目立ちました。しかし、現在、メグロウさんと岡崎サイさんが結婚する報道はありません。実は、岡崎サイさんは、 結婚願望があまりないようで、目黒さんも結婚よりも仕事を優先しているそうです。目黒さんは、東京大観の宮で、スノーマンイを叫んだことがありますが、結婚観については、今は考えられない、と言っています。岡崎紗江さんも、結婚したら、自分の時間がなくなると言っています。まず、 メグロウさんが最近共演した女優の今田美桜さんとの関係に注目が集まっています。二人は2023年3月に公開される映画、私の幸せな結婚で夫婦役を演じています。撮影中には、メグロウさんが今田美桜さんの手を握ったり、抱きしめたりするシーンが多くありました。そのため、二人の仲が良いのではないかとファンの間で噂されています。 次に、メグロウさんが過去に恋愛情報を明かしたことがあることも話題になりました。2022年9月に放送された、突然ですが占ってもいいですかで、メグロウさんはスイッチ入るとめちゃくちゃイチャイチャする、という恋愛スタイルを告白しました。また、相手の目を見つめながら、好きです。付き合ってください、って伝えたい、というコメントも、 SNS で話題になりました。その後、後悔しないように、結果はどうあれ思いは伝えます、とも語っています。例えば、2021年6月に放送されたバラエティ番組、I am 冒険少年で、メグロさんと向井孝二さんが出演した際には、二人の行動が問題となりました。番組では、二人が、 海外の現地ガイドに対して失礼な態度をとったり、危険な場所に無理やり入ろうとしたりするシーンがありました。これに対して、ネット上では失礼すぎる。も無責任な行動だ。放送禁止にすべき。といった批判的なコメントが多く寄せられました。一方で、メグロさんは俳優としても高い評価を得ています。2023年3月には映画 私の幸せな結婚での演技が認められて、第45回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞しました。受賞式では、プレゼンターの西島秀俊さんから、人生で一度の貴重な賞と言われて感激した様子を見せました。また、スノーマンのメンバーからも祝福のメッセージを受けて、みんなから支えられてここまで来れた、 感謝の言葉を述べました。さらに、メグロさんは過去に所属していたユニット、メイドのメンバーとも絆を深めています。2022年10月に放送されたエスタジオで、メグロさんはメイドのメンバーが解散やだったよう決めた時に、お前ならいけると思ってたよって言ってくれたと明かしました。その言葉が励みになったと語りました。 3月13日19時から TBS で放送される i ア m 冒険少年二時間 SP では芸能人たちが初めての体験に挑戦します。海洋ドラマ夕暮れに手をつなぐからは広瀬鈴長瀬れ夏ひまりが初体験ロケに参加し冒険少年メンバーからは向井浩二めぐしげるろうが 岡村隆史と田中直樹と初の4人ロケを観光します。また、那須中に、死の2人は1ヶ月の練習期間を経て、スタジオで隠し芸に初挑戦します。広瀬すずは念願のそば打ち。長瀬恋は野菜の収穫から始める極上スムージー作り。夏木マリは漆と金を使って陶器を修復する金継ぎに初挑戦します。 冒険少年メンバーの4人は、メグロの夢だった合唱に初挑戦するため、茨城県の高校へ行き、合唱部に加わり、ユズの名曲、栄光の佳境を歌います。初めての体験には勇気が必要ですが、そこから学ぶことがたくさんあると思います。向井さんはバンジージャンプにはすでに挑戦していたが、今回のチャレンジは初めてで、 ジャンプした先の川に浮かぶ風船をダーツで割ることだった。果たしてその結末はどうなったのだろうか。また、ナスナカニシは一輪車を使った隠し芸に挑戦し、一輪車ダンス日本一に輝き、シルク・ル・ソレイユ出演経験もある鈴木千尋さんの指導のもと、一ヶ月間練習に励んだ、二人の初挑戦の結果は、スタジオでの生披露となった。 彼らが初体験ロケに参加した際の話も聞いてみたい。岡村隆史さんは、こんなおじさんでも、高校生と一緒に歌えたことが本当に楽しかった。でも映像を見ていたら、僕は、目黒合唱団ではなく顧問の先生でした、とコメントしている。私たちは、ロスを乗り越えることができました。素晴らしい体験をしました。私は学校行事に参加してきましたが、 向井くんと目黒くんは忙しくて参加していなかったそうです。だから、私たちは冒険少年として色々なことをやっていこうと思います。向井くんは方向性が決まってきたようですが、今やトム、クルーズですらカメラマンなしで単独スカイダイビングをするそうですから。